第37回テレビ経伝。今回のゲストは現在世界遺産石見銀山を代表する2つの施設、石見銀山資料館と重要文化財熊谷家住宅の館長として両施設の運営を担い、30年にわたって石見銀山の研究と PR に努めてこられた鳥居町の中野義文さんです。実は広島県出身の中野さん、どういった経緯で資料館に来ることになり、なぜ歴史研究の仕事に携わっているのでしょうか。それでは話を聞いてみましょう。はい、広島の どのあたりですか。あのね、広島北インターってあるじゃないですか。まあ、浅町っていうところなんですけど、まあ、広島の一番端っこみたいなところで、はい、まあ、そこら辺で生まれ育ったと。育った、はい、ということですか。はい、まあ、じゃあそこからまあいろいろあって、うん、この石見銀山で働くようになるそうですよ、ね、っていうことだと思うんですけど、うんうん、じゃあその広島の小学校とか中学校とか、そう、はい、あの有名なパフュームの、あの、はい、真ん中にいるじゃないですか、あーちゃんっていうんですかね。あーちゃん、聞いたことありますね。それと同じ学校なんですよ。あ、そうなんですか。唯一自慢できるというか。まあ、今もこうして銀山の研究、うん、まあ、銀山に限らずだと思うんですけど、はいはい、歴史の研究しておられるじゃないですか、はい、やっぱり小学校の時からそういう歴史が好きだったんですか。まあ、そうですね、だからやっぱり、歴史がやっぱ好きで、で、まあ、うちの親父も、はい、あの昔のことが好きだったので、あ、お父さん、ただ、うん、ただその、はい、まあ、あの昔話、地域の昔話ですよね。だから例えばこの、昔あの山に大蛇がいて、はあ、息を吹きかけられた人がいるみたいなような ああいう話ですよね。だから、まあ、例えば日本史の本当になんていうコテコテの話じゃなくて、地域のすごく本当かまことしやかに、ね、伝えられているような話を結構聞いてたので、だから、まあ、そういう話の中で例えばエジプトのピラミッドの話とか、まあ、あの失われた大陸、アトランティス大陸とか、ああいうやつがね、結構興味があったというかですね。じゃあやっぱりあれですか、あの小学校の時は、まあ、中学校でもそういう、うん、社会科とかすごい得意だったわけですか。まあ、社会科だけですよね。だけですか。そうですか。だって美術なんてね、僕、うん、あの美術とかね、芸術系、技術も得意じゃないんですけど、美術なんか10段階で2取ったことあるんですよね。そうなんですか。だから僕は本当に絵を描くとかって苦手なんですよね。まあ、考古学がやりたかったんですよね。あ、高校の時ですか。もともとね、大学に入って、まあ、要するに博物館で働きたいっていう話をずっと、あの、まあ、親なんかもしてたり、まあ、先生にもそういった博物館で働きたいんだみたいな話をしてたんですよね。それで、まあ、当時やっぱ考古学の方が面白いなと思ってて、それで、まあ、大学、九州の大学に進学をしたんですけど、ところがね、考古学ってね、あの、図形描かないといけないんですよね、実測図っていうの、はい、でさっき言ったように僕絵が下手なので美術があまり得意じゃなかったから、だから、あ、これちょっと失敗したなと思ったんですよね。だけどたまたま東洋史の当時ね、世の中的にはシルクロードっていう NHK の番組があって、でそれで、まあ、いわゆる東洋史中国史のブームがあったんですよね。でそれでその、まあ、いわゆる中国史の通史のお話を聞いた時に結構やっぱ中国史面白いなと思って、それでまあ考古学から東洋史っていう、まあ、中国史 の専攻になったというか、基本はやっぱ博物館の学芸員になりたいっていうね、あの希望があったので、でもね、博物館学芸員っていうのは大体年間ね、資格自体は1万人ぐらい取るんですよ。あ、1万人全国で。はい、はい、でそれここから学芸員として就職できる人っていうのは100人ぐらいしかいないんですよ。1万人中ですか。そうなんですよ。あ、そんなに狭き門というか。そうなんですよ。なれるのが少ないんですか。そうなんですよ。だから博物館の学芸員になるための資格っていうのは、あの、まあ、先ほど言ったように年間1万人ぐらい取れるんだけど、その中からいわゆる学芸員という、まあ、いわゆる職業につけるっていうのは本当に少ないんですよ。だから、まあ、僕たちの頃も同じように学芸員になろうと思っても、なかなかいわゆる採用っていうのがないっていうのがね、現実で。だから、まあ、教員になって、その教員から博物館の学芸員になるっていうような配置換えでなるっていうパターンが多いんですよね。そうなんですか。うん、
じゃあ中野さんは、まあ、大学を今度卒業するときには、うんうん、その学芸員を目指そうと目指そうと思ってて、うん、まあ、特にね、あの時期すごい不況だったんですよね。その翌年ぐらいからバブルがあれになったので。あ、そういう時期なんですか。そうなんですよ。それで、まあ、先ほど言いましたように博物館志望、学芸志望だったけど、うん、なかなかないのでどうしようかなと思ってて、とりあえず、はい、まあ、卒業した段階で、まあ、学校でもどっか、まあ、講師でもいいから勤めようかなと思ってたんですよね。はい、それでたまたまその大学を卒業して帰ってきて、次の朝、はい、広島市にこう書類を取りに行こうと思ったら朝電話が、はい、鴨本高校っていう、あの島根県の、ですか。そう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 、の校長先生から電話かかってきたんですよね。え、中野さんは広島に言われてですか。そう、で全く知らない人なんですよ。それで、不思議ですね、それで知らなくて、はい、で島根県の川本高校っていうところで世界史の教員がちょっと今いないから、来てもらえないかっていう話だったんですよ。でよく聞いたら、その校長先生と私が卒業した学校 の、はい、母校の校長先生が知り合い でたまたま教育実習行ってたから、こういうやつがいるっていう話になったんじゃないでしょうかね。それで電話がかかってきて、じゃあ島根に行ってみようかなって言って、だから荷物もそのままほどかずに島根に来たっていう話、ね、書いてすぐ。そう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 。それでまあ何年かやったらまた広島に戻ろうと思ってたんですけどね、まあ、結構居心地が良かったっていうのもあるし、でそうこうしてる時に、はい、今雲南市って言われてる、そこの、まあ、昔は石郡吉田村っていうところで、そこの博物館で学芸員を募集してるっていうのがあったので、それで応募してそこに学園として採用になったということなんですね。じゃあそこから今度はどうやってこの石見銀山に来られることになったかっていうところですね。そうですね、まあ、そこね実は1年ぐらいしか勤めてなかったんですよね。で、まあ、自分のやりたい研究とはまたちょっと違ってたこともあったので、それでまあそこを辞めたんですけど、で辞めることにあたって、まあ、知り合いの不動機の丘の学院さんにいろいろご挨拶に行ったりして、でその学院さん今でも付き合いありますけど、じゃあどっかなんか探そうかみたいな話になってたんですよね。そしたらたまたまね、大田市 の職員の方が不動機の丘に文化祭の関係で展示の台を借りに行かれたらしくて、はい、その時に、はい、その不動機の丘の人がなんかこういう人がいるんだっていうことを、まあ、紹介されて、はい、それでその大田市としてもこの銀山資料館で学芸員が欲しいっていうような話を聞いてたっていうことで、まあ、そこでそのマッチングがうまく成功したみたいな話ですよね。そこでこちらに来られないかという相談を受けたわけですね。はいはいはい、そうですそうです、はいはいはい、その時はどう思われたんですか。行ってみたいと思われたんですか。いや、まあ、結局学芸員ってさっき言ったようになりたくてもなれないわけですよね。そうか、うん、だからそういう意味ではどういうところかはわからないけども、学芸員っていう仕事に就けるならっていうことで来たわけですよ。そして来たら、はい、まあ、調べていくとすごいなと、この石見銀山ってね。だからそれは一つは僕はその東洋史をやってたから、東洋史で明の時代っていうのはその銀がすごくね大量に日本から入ってきて、それによっていわゆる明の時代っていうのは大きく発展するっていうのをね、まあ勉強してるわけじゃないですか。だけどその日本から来た銀っていうのがどこの銀かっていうのは当然当時はあんまり関心なかったんだけど、ここに来たらどうもここの銀だっていうことがね分かったわけですよね。そうするとこのすごい、まあ、失礼だけどすごい田舎の町で、そんなに世界にねこう流通するような銀を生産してたんだっていうことがこう分かって、いやすごいとこだなと思ってたんですよね。その石見銀山が世界遺産に登録された時って、中野さんが来られて来る、私がここに来たのは平成5年の12月にここに来たんですよ。それで世界遺産っていう話は平成7年の9月ぐらいに、住田知事がここに来られた時に石見銀山を世界遺産にっていう話を、まあ、表明されたわけですね。でそれを受けて翌年から本格的な世界遺産登録のための
調査が始まったっていうんですよね。だからそういう意味ではここに来て、まあ、ある意味間もなくぐらいにこう世界遺産の話がこう出てきたっていうことなんですよね。でもまだその時って中野さん何歳ぐらいだったんですか？まあ、30なったかならないかぐらいかもしれないですよね。まだすぐ若い時ですよね。結構その若さでこういろんなそういう偉い人たちと一緒に研究していく、そう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 調べていくっていうのは、だからね、そこはねすごくね勉強になりましたよね。だからやっぱり一流の先生たちと一緒に仕事をさせてもらうので、だからやっぱり、まあ、先ほど言いました僕は東洋史だったので、あのミッションとしては日本国内のあのいわゆる日本史のね、こう、はい、まあ、いわゆる近世の資料を探すっていうことなので、古文書を読めないといけないでしょ。だからものすごい必死で勉強しましたよね。まあ、その30歳ぐらいで古文書を読めるようになったんですか？そうそうそう、まあ、それはもう本当に毎日よく言うんですけどね、あのね、あの枕元に古文書辞典を置いてみたいな本当にそれを実践して寝る時には古文書辞典をここに置いてたんです。寝る前にこう思い出すじゃないですか。そうしたらこう調べてみて、あ、この字だなとかっていうのね。で、まあ、結構あの今までそんな努力したことないですけどね。そうですか。その期間はねすごい勉強しましたね。まあ、中野さん今こうしてそうやって歴史をいろいろ勉強されてます、うん、もともとその子供の時から歴史が好きだったわけじゃないですか。はいはい、ですね、はい、ということは今のこういう研究されるっていうお仕事っていうのはやっぱり好きなん、うん、あ、好きですよ。楽しいですか？楽しいですよ。だからあのそれこそね、あの、まあ、今子供たち大きくなったんですけど、中野さんのですか？はい、はい、でこの子供たちがちっちゃい頃ですね、特に長女なんか夜泣きするから、でなぜか僕が抱っこすると泣き止むっていうんで、逆じゃない、お母さんじゃなくてですか？そうそうそう、お父さんで、そう、はい、それで抱っこしてこう、置こうとしたら寝かせようとしたらまた泣くじゃないですか。だからね、夜中の2時とか3時までこう抱っこして、そこからね、あの論文も書いたりしてましたよ。夜中に、夜中に眠たい中、眠たい中、でもそれ好きだから、できるわけですか。そう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 、結構ね、世の中にはそのやりたくないような自分の好きじゃない仕事を、うん、いやいややってる人もたくさんおられるわけじゃないですか。だからやっぱりそういう好きなことを仕事にできるっていうのはすごい、そうですね、いいことですよね。うん、でそれはね、まあ、一番いい、あのやっぱりすごくありがたいなと思うのは、まあ、私ここに来た時にはこの、もう亡くなられましたけどね、川村さんっていう、あのガソリンスタンドが今ね、昔ありましたよね、あの川村さんというのが韓国協会の会長さんであったり、この資料館の代表だったりして、まあそういう人たちがあの我々、まあ僕がねこう研究することに対してもあの文句を言われないし、まあ中村会長ね、今のブレスの中村会長もここの理事長をしていただいた時も、あのまあむしろこう研究に対してもう応援してくださったりとかね、あのだからそういう意味では恵まれてますよね。で博物館の中では営業しなさいとか金稼げみたいなようないうところはあるんですけど、まあここはあの要するに研究して銀山のことを、まあ僕がね明らかにすることを皆さん喜んでくださるので、だからそこはね本当に恵まれてるなと思うんですよね。そういう環境にも恵まれてるわけですね。そうですよね。結局ね、要するに僕好きなことしか知らないわけですよね。歴史が好きだった、そう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 、だから他のことを興味がないわけですよね。だから社会科は好きだからもうずっと勉強するわけじゃないですか。うん、だけど好きじゃないことは別にそんなに勉強しなかった、してこなかったですけど、そうそうそう、だからそれがいいかどうか分かりませんよ。だから平均的な学力っていうのが必要な場合もあるし、中にはそうじゃなくて一つのことがずば抜けていいっていう場合もあるし、やっぱりねそれはあのそれぞれだと思うので、で僕の場合はたまたま一つのことを一生懸命やって、それが職業につながって、まあ今があるっていう話なので、それっていうらやましいことですよ ね、 ね、だから結果としてあのなんか一つのことを一生懸命やっとった方が良かったなっていうとこはありますよね。幼少期にお父様がよく昔話を聞かせてくれたこともあり、歴史が大好きだった中野さん、歴史に関わる仕事を追い求めてきた結果、導かれるように石見銀山資料館に来ることになりました。そして中野さんの歴史への熱中が石見銀山に向けられたことは、大田氏にとって貴重な研究成果を生むことにつながりました。学生時代得意なのは好きな社会だけだったという中野さんですが、
自分の好きなことにこだわり続けてきたことが仕事における大きな成果と充実につながっているようです。